あのね、私ね、今月の給料2兆円あったんですよ。レアなもんをね、ちょっと買おうかなと思って、これ買ったんですよ。これですわ。うん。インパルス堤下のハンドルですわ。うん。やっぱね、本物なんでね、あの時の興奮がこう、読み上がりますよね。うん。ああ、ドライブしようか、ドライブ。うん、でも薬飲んで、牛乳飲んで、ああ、ピョ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 。そんなとこモノマネしないんですよ。あー、ブーン、ガツン！ガツン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 捕まってるやん、捕まってるやん、ね、これはもうレアですから見たんじゃないんですよ。あとね、あのこれあのごぼうの塔で実際にこれね、メイウェザーに投げたやつやりましたけど、ね、本物ですからね、もう興奮が読み上がりますわ。こうこうハハ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 ハ高い声が出る歌詞カードっていうのを買ったんですよ。ちょっと試してみますね。歌うまいの代名詞じゃないんですよ。川村隆一のグラス。つかまえていてね、いつまでプーホイさん。そうなんですよ、もうプーって言うんですよ、ホイさん。あとこれですわ、何これ、大御所司会者のカツラですね、うん、これはちょっと怖 い, い, いです、ね、恐ろしいところに手出してますよ。おはようございます。フェイク動画ですからね、あれはあれはフェイク動画ですからね。ありがとうございました。恐ろしいことしてますね。かまいたちさん、はい、1回戦が終了しました。いかがでしたか、はい、過去3回の中で一番レベルの高い戦いです。高いですね。やっぱザコシショウさんの打点の高さはこんな飛べる人だったんだっていうのはびっくりですね。里谷多恵のモーグルぐらい足が入ってましたよ。すごかったです。あと本当に久保健さんは R1 の芸歴の縛りなくなり待ちの方ですよ、すごいですね。完成度エグかったですね、やっぱり、はい、2回戦は団体戦。5分間の討論の中で全員がフリースタイルの仕込みボケを披露する。2回戦討論ブロックのテーマはこちらです。赤字が続く店、自分ならどう立て直す。ここからはご自由に発言をお願いいたします。ただただその意見いいのを言う人もおもろいです。制限時間5分間ですからね。誰もこれが本当の討論番組なら今最悪の時間ですよ。始まって誰も喋らないんだから。さあ赤字をどう立て直すか、皆さんの意見。赤字が続いてるお店ですよね。あのなんていうんですかね、店員さんをですね、うん、やっぱこんな感じのちょっとセクシーな格好の店員さんをたくさん生んでおけばいいんじゃないかなと。ヒートデックでしたよね。ヒートデック的なやつでしたよね、あれ。そんなもんね、そんなもんね、アホならいますわ。うちの社員やったらね、アホならいますわ。研究なれよ。ビジネスになってないよ、あんた。マネーの虎の小林社長や。アホならいますわ。ビジネスの基本で大事なのはビジネスよ。建物の立地のところだと思うんですよ。この例えばこう Google マップとか出てくるんですけど、一番いい立地が今都内でいうとここですね。ここが今一番いいです。これは素晴らしいですね。やっぱりね、あのちゃんと潰さないためにはいろいろ考えてメモを取らないといけないんですよ。それ、あ、ごめんなさい、ペン落としちゃいました。ちょっと拾います、ね、ペン落ちちゃった。落ちましたね、うん、あれあれ手品やん。めっちゃ見てたよ。手品やん。 YouTube で見られるのはここまで。アベマなら銭たちを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンをクリック。